なんでしょうこの動き。おおちょっと待って、いきなり皆さんこんばんは、シーサです。トミーです、こんばんは。トミーさん、今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ、というわけで、はい、今回も閉店後のホールにお邪魔してますけれども、なんかいつもと雰囲気が違いますね。はい、なんか熱帯魚なんてさっきまでちょっと光ってたんですけど、閉店して照明が消えてちょっと暗くなっちゃったんですが、そうですね、熱帯魚なんか置いてちょっとおしゃれなお店ですね。懐いてますね。かわいいですね。まあ、そんなわけでですね今日はちょっと初めてお邪魔しているお店なんですが、はいはいはい、こちら店舗名は何というお店ですか。キコーナキセラ川西店ですね。キコーナキセラ川西店やってきました。はい、今までは結構こう加古川店とか、ね、まあ、姫路店に行ったりとかしてましたけれども、またちょっとあっちの方ですね、新たなお店に来たっていうことはなんかこう、はい、意図があるんだろうなっていうのは薄々感じるんですけど、そうです、ね、まあ、ね、その辺は、はい、その辺ちょっとお察しいただけるわけです。なるほど。まだ改めて私の方からもあのこういう、エリアの店舗をご紹介はさせていただくんですけども、はい、まあ、今はちょっとなるほどなるほどさせていただきます。まあ、次回以降の楽しみということでやってまいりました。はい、まあ、僕もこのキコーナキセラ川西店さん初めてお邪魔して、さっき閉店間際に店内入らせていただいてですね、ちょっとホールの方をぐるっとしたんですけれども、いや綺麗ですね。そうです。はい、置いてあるものは基本的にパチンコ屋さんですから、うん、そんなに大きく変わらないじゃないですか。はいはい、でも清掃がものすごい行き届いてるなっていうのは正直な感想でした。そうですね。で、はい、休憩所とトイレと景品カウンターと見させていただいたんですが、物の置き方がすごい丁寧だなと思って、トミさんめちゃめちゃ綺麗ですねって言ったら、なんと女性店長らしいじゃないですか。やっぱ違うんですね。やっぱ目の付けどころといいますか、はい、まあ、本当にシーサーさんと同感で、すごいやっぱりもう言うても5年ぐらい経つお店ですけども、はい、しっかりと管理されてるなというような印象ですよね。そうですね。はい、やっぱりそのホールの中の環境っていうのは結構店長の性格が出るというか、うん、いや本当にその通りですね。僕もこう行くお店行くお店で、ここは店長が几帳面だろうなとか、うん、ちょっとここはガサツな店長がやられてるのかなとか感じる部分はあるんですけど、まあ、非常に綺麗なお店なので、お近くの方はですね、ぜひこちら兵庫県ですよね。そうです。川西市にあります、はい、キコーナキセラ川西店さん、一度覗いてみてください。さあ、というわけで、はい、今回何を打つかと言いますと、前回のね、はい、雪辱ですね。雪辱ですね。晴らしたい。で、今日雪辱しとかないと、はい、もうなくなっちゃいますから。そうそうです。というわけで今回、はい、ミリオンゴッド神々の凱旋で確定役を引くぞー。よっしゃー。というわけで今回もですね、オリジナルクオカードをご用意してます。で、今回は我々が確定役を1回引くごとにクオカードの当選者が5名ずつ増えていくというものになってます。まあ、制限時間決まってますけれども、はい、これが5名で終わるのか10名15名となるのかどうか、もう今日はリベンジと言ってますからね。いやもう前回なかなかちょっといいところ見せれなかったですからね。そうですね。はいはい、まあ、今回はね、しっかり当たりも引いて、はい、まあ、目的はプレゼントの当選者数を増やすことですから。そうです。まあ、人のこと言えないんですけど、お互いしっかり確定役を引いて今日はビシッと締めくくりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ミリオンゴッド凱旋に対する感謝も込めてですね。そうですね。まあ、兵庫県はもう一律で1月11月10日で撤去となってしまいますので、はい、まあ、そんな感謝の、まあ、いろいろ思いも足りながらこう打てればと思います。泣いちゃうんじゃないですか。ちょっといろいろ思い出したら、シーサーさんの涙見れちゃいます。どんな話が飛び出すのか、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、というわけでリベンジ戦のミリオンゴッド神々の凱旋、今回も制限時間2時間です。まあ、2時間で確定役そう簡単には引けないですけど、今日は引かないかん日です。引かなあかんす。はい、引かないかん日ということで、まずはですね、もうこの企画をやっている時点でクオカード5名様に、プレゼントをご用意しています。あとは僕らが確定役1つ引くごとに5名ずつ増えていくということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあスタート。スタート。いくぞ。あ、ちなみに設定6に打ち替えてもらってます。はい。何やってるんですか。
もう何やってるんですか。しっかり降りてきてもらえますので。もう自力で引けないもんだからオカルトに走ったわけですね。そうです。いやあっという間にもう凱旋撤去が迫ってますけど、もうこの時期はいろんなチャンネルでラスト凱旋、さよなら凱旋なんて言って、もう連日僕凱旋打ってるんですよね。もう店舗でもね、はい、ポスターもそうですし、はい、まあ、惜しまれるような、そうですね、そんな展開ですよね。やっぱりこう来られた時に、え、もうなくなったのって言われるよりも、いつまでって書いてあげた方が親切ですしね。そうですね。まあ、特に兵庫県は一律で、撤去という形になってますんで、まあ、その辺ちょっと大阪なんかがね、はい、所轄ごとの、あ、そうですよね、タイミングがありますんで、ひょっとしたらその店によっては、その証券によってはまだ何ヶ月先とか、はい、っていうのがありえちゃうっていうような状況ですね。そうですよね、はい、九州も、まあ、やっぱり福岡と佐賀ではまた撤去の、期日が違ったりとかして、はい、まあラスト凱旋って言いながら県をまたげばまだ打てる地域もあるっていうところですよね。まあ、相変わらず足並みの揃わない業界ですけれども、まあそれは仕方ないとして、はい、ただ県境のお店はちょっと苦しいですよね。そうなんですよ。まあ、これはね、先日のサラリーマン番長もしっかり、はい、まあ、アナザーゴとハーデスの時もそうでしたけれども、一応遅れましたんで、お、確定役チャンス何でしょうこの動き。おー、ちょっと待って、いきなりちょっと待って、ちょっと待って、レアシーンとかやめてくださいよレアシーンは何にもなりませんので、ここは決めよう。トミーさん SGG で、はい、レアシーン、ちょっとこんなとこで、こんなとこで引く65,536分の1、普通に5000分の1引けばいいんすよ。まあでも一応ね、50% でゴッドゲーム当選と、はい、であとは天国ロングか超天国に行きます。いや、いらんよ、それはいらんすごいとこで持ってきましたね。まさかなんて思ってね、おっってなったね。いや、ちょっとこれ波乱の予感ですね。何やってるんですか本当始まってまだ5分10分ぐらいですから。いや、すごいですよね、なんかありますよこれ。今日は当たってんのかな、それ当たってなさそう。トミーさんいや、全然ある。はい、まあまあまあ、さすがに確定役ではありませんのでノーカウント。そうですね、でもこの間にしっかりと引きたい。そうですね、はい、いやー、レアシーンだ。そんな早くレアシーン引けたらね、え、営業中のホールだったらめちゃめちゃ楽しみですけどね、ここから。いやー、でもよく引けましたね。いやー、そうですね、まあ、前回が前回のだけにね。そうですね、やっぱ今日は気合が違うぞと。まず挨拶代わりのレアシーン、一番難しいやついきなり持ってきましたね。そうですね。さあ、そしてこちら木七三連ですね。まあ設定6ですから 33% ですね、この時点で当選率が。いやー、でも凱旋いよいよなくなるか、なんかまだ実感がないというか、来週来てもここに凱旋並んでるんじゃないかって思っちゃいますよ。だってもう、だって1週間切ってるわけですよ、凱旋撤去まで。それなのにですよ、それなのに平気で一列一島まだ置いてらっしゃるじゃないですか、いろんなお店が。これ一気に外してどうすんのかなってちょっと思ってます。いや、本当に現実にちょっと我々も予想できないような展開になると思います。やっぱりスロットの、まあ、ゴッドショック、はい、という流れになるのか、はい、まあ、はたまた、はい、まあ、11月には、あ、11月16日からですね、まあ、モンスターハンター、はい、こちらの稼働もございますので、まあ、それがどう穴埋めするのかというところも注目ですよね。とは言ってもゴッドほどの台数入らないでしょう。まあそうですね、もちろんそれは、はい、なので、まあ、もちろん役職の方々はもうこのゴッドがなくなった後のレイアウトっていうのはある程度イメージできてるでしょうけど、店内の僕らはこの島が何の島になるんだっていう、そこがすごい気になりますよね。まあやっぱり現実的に一旦は、はい、もう簡単にその次の信頼で穴埋めっていうわけにはいかない。
ほとんどのホールさんがそうだと思われます、はいはい、そうですよね、一発でこう何十台もは難しいですもんね、ってことはベニヤで隠したりとかっていうお店 もちろんそれもあります。おまあ一旦こう現代してしまう閉鎖したりとか、そうですね、でまた年末に向けてやっぱり機械も年末年始ですね、あそれはいいかもしれませんね、出てきますんでそこでしっかりと盛り立てていくっていうような流れがまあ基本的な展開かなと思います。あそれは確かにそうですよね、はい、まあ一旦現代してでも一旦現代することでまた増大したときに元に戻したときにリニューアルオープンという形でねまたこう新たなスタートを切れますしね、はいはい、当たった、まあスロットが一旦ねおーまあ6なんで、はあ、今日はなんか2人ともいい流れ作れそうですね、これが順調に当てて出してだけだったらちょっと最悪ですけどまあそうですね、確定役引きましょうね今日はね、はいはい、トミーさん最近はこう何かとお忙しいと思うんですが、はい、実戦の方は最近やってます？10月は、はい、5、6回行けたんですかね、あまあ空いた時間とかで、はいはい、7万ぐらい負けました今年から収支つけてるんで、ああいいことですね、はい、一時プラスまで行ってたんですけどね、おすごいですよね、この限られた時間でプラスに持っていくっていうのは、はい、最終的にはしっかりマイナスで落ち着くという落ち着いてるのかマイナスで、はい、で一応もう年間収支も40万までマイナスになりました今年ですか、はい、仕事柄ねそこは絶対見とかないといけないところですからね、そうですね、その仕事の肥やしになったと思えば、はい、440枚、まあまあ取れましたけど、ね、1セット3セット目か、まあまあ出るかもしれないですね、それそうですね、こんなんで当たるか、当たりますからね、設定6はね、何も引いてないのに煽り出してポンってね、もうこれも結構強い煽り来てますね、はい、87ゲームです、これが6ですよ、すごいな、だからこの間のおかしかったんですよ2人してよし、何連ですか、あと1個いったんじゃない、それはいったでしょう、中押し、なんか今日違いますよ、トミーさんが、なんかいいもん食べましたそうですね、マクドナルドでチーズバーガーをキムタク風に食べました、あ、なるほど、はい、それは引けるわ、あ鏡、うわー、2角、ちょっと S でお願いします、あま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 あ、ちょっとトミーさんは今日はいつもと違うけど、なんか惜しい、そうですね、なんか惜しい、なんか惜しいですね、これよく言われることなんですけど、はい、あの撤去前の設定状況ってどうなんですかねって、やっぱりユーザーの方気にされるんですよ、で決まって僕は言うんですけど、本当にお店によって全然違いますよって言うんですよ、やっぱり撤去前でもしっかり出すとこは出すし、撤去前はそれは取るとこは取りますよ、だから一概にいいも悪いもないって言うんですけど、もちろんグループ内でもそのやれる店とやれない店って当然ありますよね、まあ現実的にはそりゃあんまり派手に出したところでっていうのはあるでしょうけどね、またそれがね次の営業につながれば、そうですね、特に意味はあることだと思いますけどね、イメージはやっぱり良くはなりますけどね、まあでもなくなる機種よりも新たに導入される機種に設定を入れたいっていう気持ちの方が強い人多いと思うんですよ、はい、順調ですね、あーさすが、まあどうしても設定6なんでこう天国じゃないところで当てて単発で終わるっていう AT が多いんですね、その中でこのキナナゴレンとかジーストからの上乗せとか絡み出すとめちゃめちゃ安定した出玉を作ることができますね、6は大体負けずに、はい、
順調ですね、お互い AT を消化しながら、ね、さあこちらも平名5連からの上乗せありましたので、この後は2セット目リプレイ4連です。これはいったろう、はい、お互い今日は引くもん引いてますよ。あ、僕は G ストップ初めてです。まあ見せますわ、はい、これが G ストップっていうのはい、まあまあまあ、はい、まずは5名様の追加ですね。おかしいな、ちゃんとエスは止めてるのに。はいはい、おお、すごい。これでクオカードのプレゼントが10名様となりました。素晴らしい。概要欄の方にあの応募フォームの URL 貼っておりますので、ご希望の方ぜひ概要欄の方もチェックしてみてください。さすが。あ、まあ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 、これぐらいはね、いや G ストップ中も OK ということにしていただいてよかったです。じゃあせっかくなんで FTG も楽しみましょうかね。あんまり FTG は得意ではないです。まあでも3つぐらいは乗せましょう、これ含めて。SDG が本当下手くそなんですよね。いやー乗せれないか、ラスト1。グー、下手くそ。やっぱあれですかね、はい、やっぱキセラ川西店の女性店長に、はい、打ち替えてもらったんで、はい、そのあたりも作用してるんでしょうかね。まあ、あの過去側のブーサの店長、はい、森とは違いますね、やっぱり、まあ、やっぱりその打ち替えた人によって出方って変わってくる、そうです、ね、と思うんですよね、はい。まあ、森店長が悪いわけじゃそれは森店長に失礼でしょう森店長が悪いわけじゃないんですけどね、まあ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 、まあ、なんかやっぱりそうも思えてしまうぐらいのね、この流れの違い。なんかね、ここの女性店長が打ち替えた後お互いいいですもんね、森店長が打ち替えた後なんか、え、本当にって思うことこれまでも結構ありましたもんね。ありましたね。そういう打ち替え方ってあるんですかね。いや、でも昔から言ってましたよ、お前が設定入れると全然出らんとか、ね、うん、お前が出たら暴れるとか、これ本当にあるんですよ、うん、打つ設定打ち替える人によってなんか出方に癖があるっていう。今日めっちゃ出たから、はい、明日誰だねみたいな指名してね。ああ、ありますよね。あと割り数見て抑えのピッチャーみたいな感じでありますありますありましたありました。僕が設定入れると出ないんですよっていう人もいましたもんね。そう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 、いや、原価次みたいなね、我々我々でやってますよね。そうなんですよ、なんかあるんですよ。いや、そういう技術とかないですよ、うんうん、なんとなくそういうことがあるんですよ。そうです。そういう意味ではこの気候なキセラカーリステンスの店長さん、はい、いい接点の入れ方してますよ。さすがです。同じ6でもこうも違う、うんうん、前回の過去が のね、あの6と同じ接点ですからね、はい、いや、でもこんなこと言ったら、いや、打ってるお前らだろっていう話になりますよもう全て人のせいっていうこと、はい、ね、何かいいことがあれば自分のおかげ、そう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 、悪いことがあれば人のせい、はい、これは大人としていかんですね。ひどいですね。引けなかっただけなのに僕らが、はい、森店長すいませんあの決してかっこかったらディスってるわけではありませんので、はい、森店長大好きだよ。ほら、今日初めてこうキセラ川西店さん来ましたんで、ちょっとね、まあ、でももう1200枚近く出ましたね。いや、早い当たりから1200枚はだいぶ助かりますよね。さあ、トミーさん、はい、次はトミーさんの番ですよ。
そうですね、立て役出玉的にはトミーさんの方が出されましたけども、そうですね、いやでもなんか今日はマジでなんかやれそうな、2時間後に同じこと言ってないことを願いますそうですね、もう時間があまりないのに今日はやれそうだとかねワイヤー、2発目いきます、2発目いきましょうか、激アツ、あ、集団機なら意外とこの最上段稼りますよね、チャンスで、いやなんかでも引けそうな気がする、この台やっぱゴッド引きたいですもんね、いやよかった、最低でも10名だなと思ってたので最低ラインはこれで超えましたよ、いやシーサーさんが早いこと見せてくれましたので私も絶対続きたい、はい、もう今日引かなかったらいつ引くのだよ、いやもう引けないですよ、そうです、もう今日が最後ですから、今ですよ、今です、今ですよ、はい、510の天井が 10% で選ばれるとか接点ここは旋回天皇とかね、そういうのが出だしてから面白くなりましたね、当たりましたね、さすが設定6ですね、やっぱ違うな、やっぱキセラ川西店さん違いますね、違います、なんかゴッドが違うんですかね、優秀ですね、優秀ですね、やっぱ女性店長だから優等生が多いんでしょうね、ですね、おーい、わい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 、いやートミーさんやっぱ今日は違いますね今日は一味違いますね、ちょっと汗がね、ちょっともう手汗が激アツなんでしょうね、赤七かゴッドか、おっしゃっていいですか、お願いします、いきます、